ゾクッとする可愛さだ。ゾクッ。食レポですか？冷たいです。夜ご飯は誰とですか？一人ですね。安定の一人です。でも今日は公演前にね、みんなでバイバイできたので楽しかった。クリスマスを感じました、とても。パフォーマンス今日も圧倒だって。圧倒。嬉しい。ダンスのキレもすごいし、表情のバリエーションもすごかったって。めっちゃ褒めてくれるじゃん。やった、嬉しい。こんばんは、メリークリです。クリスマスが今年もやってる。ねえ、リップかわいいでしょ。今日のリップはもうね、世界で一番かわいいの。世界で一番可愛いリップをつけたんですけど、どうですか？可愛いでしょ？ちょっとね、リップをいい感じで釣りたかったけどね、無理だった。頑張ったんだけど。もうね、可愛いでしょ、このリップ。もう世界で一番可愛い。横に誰もいない。さっきまでエゴさんがいたけど。可愛いでしょ？どこのリップ？ドルチェ&ガッパーナのリップ。エゴさん、エゴさん、タさんからプレゼントをいただいちゃいました。びっくりした。まさか。ナルピーちゃんはお誕生日プレゼントをくれました。まさか。びっくりしちゃった。今日はね、ファンの方からもたくさん誕生日プレゼント、違う、クリスマスプレゼントが届きました。とても幸せな気持ちです。嬉しい、ありがとう。可愛いでしょ、髪の毛も巻き、クリスマスっぽいかなと思って巻いてもらった。1月4日の公演ね、出ないの、出れないの。最初ね、本当は出る予定だったの、1月4日の公演。ナルピーちゃんは年下じゃない、同い年、誕生日は年下。でも本当に最終ベルの時からさ、泣きそうになって気づいてた人いるかな。もうね、本当にびっくりしちゃった。今日で最後だったんです、一緒に出会えるのが。公園に本当に悲しかったな。卒業公演は出れないのでね。びっくりするぐらい涙出てきた。ナルピーちゃんはとても私にとっても大切な存在なので、唇の色綺麗、ありがとう。エゴさんにいただいたプレゼント、エゴさん、タさん、なんかプレゼントがあった、ありがとう。ギフトにこの辺にプレゼントがあった。
そう、今日はねリップを塗ったんだけどね、ちょっともったいないからまた箱に戻しました。なんかさ、ちょっとでもさ汚くなったら嫌じゃないですか、だから箱に戻しました。エゴさん優しい、エゴさんは優しいです、みんな優しい。戻したもうね、使ったけど戻した。こんばんは、はじめまして、こんばんは。また箱から出してもらわないと、古畑さんに。いや、私自分で開けましたよ、自分でちゃんと開けました。なんか前髪がちょっと、前髪ね、始まる前まではすごいいい感じだったんだけど、なんか頭曲終わったらボサボサでした。こんばんは。またなんとか行くの、なんとかとは。ちょっと今日ささすがに可愛い服着てるからみんなに見てほしい。見て、可愛くない？あ、映んないわ。ほら見て、全身でジュエティ黒、可愛いでしょ。ちょっとね、かかとが痛いんだけどね、ちょっとあんま伝わらんかったわ。劇場でも生えてたよ、リップ。当たり前です、これはだって世界で一番可愛いですからね。雪が降ってきた。こんにちは、誰も。今日で通常公演は年内ラストだったんですけど、 K2 はまだあの年末のやつがあるのでね、ここからはそっちにシフトチェンジして、もうねマジで頑張ります。雲のぬいぐるみチャレンジって何？シュビドビドタタピヤ、シュビドビドタタピヤ。準備が大変なほどほどいいね、ものが届けられるかなと思うので、12周年とかもそうだったけど頑張ります。でも楽しい。今日のハーフツイン過去一でいい感じな気がするんだけど、どう思いますか？なんか量とか思いますか？まあね、今日はねハーフツイン専門家の方がいなかったのでね、あれなんですけど、ちょっと分かんないんですけど、私的には、広がりすぎず、なんかピタッとしたしすぎずっていう感じでいい感じかなと思うんですけど。ちょっとね、ハーフツイン専門家の先輩に
いつか評価をいただけたらと思うんですけど、なおさんに写真送ってないけどハーフツインしましたよって言った、なれしましたよって。ハーフツインみんなでやる日いつもなおさんいないんです。ないだもん、ないだって言ったの結構前だけど。あ、サンタさん飛んでた。うさぎちゃん公園っていうぴょんぴょん公園みたいな日があって、ハーフツインみんなでした日があったんですけど、6人公園の時かな。でもなおさんいなかったから公園割にエゴさんと2人でなおさんに会いに行ったら、ハーフツインでなんで私がいない時にやったのって怒ってた。まあこんばんは、頑張った。プレゼントありがとう。プレゼント至らしてくれてたってどういうことだ。ハーフツインはなんでハーフツインかというと、ツインテールってこう全部こうでしょ、でそのこれの半分だからハーフツインって感じ。伝わるかな。ハーフアップはこのポニーテールの半分だけだから、下にもね下ろしてる毛もあるよっていう意味でハーフです。こんばんは。なるほどですね、なるほどですね。そうだよ、みんな勉強になりましたか。チュリさんのはなんかサイドハーフアップみたいな感じ。知らなかったって、意外、みんな意外と知らないんだ。知らずにさ、ハーフアップって言ったの。ハーフツインとか、ハーフツインってなんだろうと思ってた。あれ、こっちの毛長いな。プレゼントがいっぱい来た。プレゼント、プレゼントが、ありがとうみんな。プレゼント、今日プレゼントなんかいっぱいもらえて嬉しい。ちゃんと聞いてないとテストに出るぞ。なんでハーフって欲しいんだの？差別用語みたいな、そういうこと？こんばんは。あ、またプレ、あ、そういうことね。プレゼント1000個集めたらぬいぐるみももらえるんだって。くまちゃんね。くまちゃん。まあ、昨日のサンタさんセットは片付けたの。サンタさんセットはもう終わった瞬間35公演、また誰かが年末になったらさ順位出しそう。1位。でもああいうのたまに間違ってるからな。去年とか間違ってて申し訳なかった。間違ってて高くなってて、いや違う、私はどっちもまだ買えます。ね、期間早かった気がする。明日にはもう締め切りとかだった気がする。
え、明日からお正月ってどういうこと？あ、これが背景が？早っ。そうなんだ。公演お疲れ様、ありがとう。今何時？公演楽しかった。今日は通常公演は最後でした。2020年も公演でたくさん思い出ができました。42分ありがとう。今日は絶対にキレートレモンを買って帰る。昇格したのも今年だから、 K2 として公演に出たのも違うだっけ。何食べてるの？冷めた牛丼の上そんなクリスマスです。でもケーキはどうしても食べたいから、美味しそうなやつがあったら買おうと思います。明日からお菓子禁止。6人公演もっと入れててたイメージだったけど、6回なんだね。8人はどうなんだろう。でもね、くまちゃんのね、ぬいぐるみね、前にいただいたんですよね。だからあんまりね、もう私お家に置く場所がないから、今回は無理せずにって感じでお任せします。コンビニケーキ売り切れてるとかあるの？昨日コンビニ行ったらめちゃくちゃケーキあって買いそうになっちゃった。我慢したけど。ケーツでパーティーはしてない。やっぱね、このご時世なんでみんなで集まることが難しいからね。8人は8回だって覚えやすくない？6人公演6回で8人公演8回だって覚えやすい。ってことは16回でしょ。だからそれ以外に20回入れてるってことでしょ。1月2月で20回入れてるんだって。楽しかったことは公演。今日のメイクは唇をなんとかさせて、今日メイクね、自分的にうまくいったなと思った気がする。できた瞬間はね、今はちょっともうね、公演したから崩れたけど、こういうメイク終わった瞬間は、あ、意外といい感じにできたかもって思った思いましたね。ちょっと鼻がテカってますけど、ちょっとやっぱり公演をねしていっぱい汗をかいたので、もうこのさ時期にさ暑いって思うってすごいよね。もう今日半袖だったもん。半袖で短パン、半袖短パンでリハしてた。私はいつもねそのスタイルなんだけど、みんなに寒そうって言われる。公園でも本当にリハは汗かくからね、半袖じゃないとできないんだよね。頑張ってください。ありがとうございます。1月が14公演だって。でももっとね、絶対公演してた日、してた月あると思う。11月と12月が一番公演してたと思う。11月かな。そう、めっちゃね、公演ばっかでびっくりされた記憶ある先輩に。でも2月はエコパとかあってあんまり公演できなかったから少なかったのか。そう考えると全然公演できてないな。
別なとこがね。公演の日はやっぱり髪の毛をやってもらえるからいつもより可愛くなれる気がする。偏見たらのイメージだけど。そう、生誕ティーマジでね助かる。みんなの生誕ティー、メンバーの生誕ティーを無限回収してます。今月は2個集まりましたね。もうね、何でもめちゃくちゃ着るんでって言って無限回収中です。メンバーの皆さん見てたら私に生誕ティーを恵んでください。1枚でもいいんで、1枚でもいいんだっていうか1枚恵んでください。よろしくお願いします。今月もらったのは1個はさきさんのやつなんだけど、それはまだ着せてなくて、もう1個は今日着たので今日どこかに載せます。ツイッター、いやインスタ、うん、どっかに載せます。可愛かった。私の自分の生誕ティーはねめちゃくちゃ配布した。でもさ、自分の生誕ティーを毎日着てるとさ、なんか何枚なんか洗濯してないで思われそうじゃん。から自分の生誕ティーは2枚持ってる。自分のは2枚、なんか5枚ぐらいもらえたんですよ。6枚ぐらいかなもらえて、自分のは2枚持ってる。でなおさんのもなんかでファンの方が送ってくださって2枚ぐらい持ってる。あとはあやめろさんのも持ってる。ナルピーちゃんの生誕って来てくれてありがとう。なんで知ってんの？なんで知ってんの？今日ちょっと今せっかく秘密にしてたのになんで知ってるの？こんばんは。やっぱメイクさんって髪の毛巻くのすごい上手だし全然取れない。すごいな。そしてプレゼント、私もサンタさんになれた。嬉しい。あやなやんと今度ご飯行く予定ありません。公演は楽しかったみたい。公演毎日楽しいですよ。公演はいつまでチームエースの衣装なんだけど、でお見送りの時にね、なんとね照明がね赤と緑だったの。クリスマスカラーだっていう。そう、あの衣装もねハーフツインっぽいなと思ってハーフツインした。ハーフツインかツインテールだなと思って、でも今日はハーフツインにしようと思ってたらみんなでハーフツインになった。タンタンタンタタン、タンタンタンタタンタタン。壇上読むか。ちょっと先に男女読みます。13位ニコちゃんマークの目が星の人。12位、なんだこの子初めて見たかもしれない、女の子が前にグー出してる人。11位、カエルケロケロケロッピ。ケロケロケロッピって言っていいんだっけ、まあいっか。10位、青いギター持ってるあのピンクのペンギンみたいな丸い人。8位じゃない、9位、なんだこれ魔法使い、なんかなんだ何持ってるの、ほうきかな、ほうき持ってるのかな。黄色い服着てる女の子前髪ない。8位、カエルの着てるナオさんの人、ナオさんの人ではない、ナオさんが使ってるアバターみたいな人。いやこっちだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、まあいいや、カエルの人。7位、古川愛理さんのアバターの人。6位、バイクに乗ってる猫の人。5位、白い猫の人。4位、お、これもあんま見ない、黒い、なんだこれ、ちょっと目つきちょっと悪めの猫かな、丸々した猫の人。3位、マコピのアバターの人。2位、これも言っていいのか分からんけど、ラスカルの人。1位、
尊いっていううちわ持って泣いてる、なんだこれ、うさぎ、かわいい人、ありがとうございます。みんなもありがとうございます。見てくれた方もこうやってね、下の人も見えてますからね、ちゃんとコメントもね、ありがとうございます。そろそろちょっといつ終わるかわからないけど、あやの公演を見ることだけが生きがい嬉しいけど、もっとね、生きてる楽しみを一緒に見つけましょう。エゴさん、優しいエゴさん、エゴサンタさん、私の元にもね、エゴさんというサンタさんが来てくれたので、良いクリスマスになりました。皆さんもまだね、クリスマスっぽいことできてないよって方もここから挽回できますから、チキンだったりケーキをコンビニとかでもいいので買って、なんかケーキみたいなチョコとかでもいいです、最近売ってますから。少しでもね、クリスマス気分を、あとね、そのアーカイブで今日の公演を見てくれたらクリスマス気分が味わえると思うので、ここから盛り上がっていきましょう。クリスマスまだ間に合います、全然。そう、今からね、あ、ミラーボール、パーリー、パーリー、今日はパーリーナイトだよ、イエーイ、スクショタイム。ドキクリスマス見れちゃうんでね。そう、今からポエモノタイム。そう、今からね、今からクリスマス、クリスマスはこれからだ、これからだぜ、みんな盛り上がっていこう。そろそろ終わる、この配信は。方もありがとうございました。ショールームもありがとうございました。ぜひルームフォローとツイッターのフォローもよろしくお願いします。これも